皆さんはディフェンシブフォワードという言葉をご存知でしょうか。ディフェンシブフォワードとはディフェンダーとフォワードを掛け合わせた言葉としてネット上で流行した言葉です。守備的な意識の強いフォワードのことを指す一方で、守備しかできないフォワードや得点を決められないフォワードという意味でも使われています。あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、実は日本代表の歴代フォワードの中にもディフェンシブフォワードと呼ばれる選手たちがいました。そこで今回はフォワードなのにフォワードの仕事をしていない選手たちを紹介します。この動画を見ると、日本代表のディフェンシブフォワードにはどんな選手たちがいたのか、現在はどんなディフェンシブフォワードがいるのか知ることができるため、ぜひ最後までご覧ください。まず紹介するのは、ゴン中山の愛称で親しまれ、蝶のように舞い、蜂のように刺す、炎のゴールハンターの中山雅史です。この時代はまだディフェンシブフォワードという言葉はなかったものの、時代を遡り思い浮かぶディフェンシブフォワードタイプの選手と言われれば、やはりゴン中山は外せないでしょう。中山は豊富な運動量を生かして、前線から積極的に守備を行い、チームに貢献していました。その一方で、体を張ったポストプレーで起点となり、泥臭くゴールを量産するストライカーでもあります。歴代4位となる J1 通算157得点、J リーグ得点王2回、J リーグ4試合連続ハットトリックなど、得点に関する個人記録も多数保持しており、そういった面ではこれから紹介する他のディフェンシブフォワードとは得点力という面で違いがある選手だったかもしれません。そんな中山は闘志あふれるプレーで日本代表に活力を与える存在で、僕はチームが下痢の時と便秘の時だけ使われると中山自身が語っていましたが、仲間がピンチの時こそ力を発揮するような選手でした。1998年ワールドカップで日本代表は全敗でグループリーグ敗退したものの、中山は3試合全てで先発出場を果たし、最終節のジャマイカ戦では74分にロペス・ワグナーの折り返しを右足で合わせ、日本代表のワールドカップ初得点にして今大会唯一のゴールを決めます。その直後には相手選手との接触で足を骨折しながらも、試合終了のホイッスルが鳴るまでピッチを駆け回り、最後まで闘志を見せつけていました。チームのために走り続け、泥臭くゴールを狙い続ける中山のプレーは日本のディフェンシブフォワードの先駆けとも言える存在かもしれませんね。続いて紹介するのは、バスケットシューズを履いたまま 100m を10秒7で駆け抜ける野人岡野正幸です。日本大学時代は前線へボールを供給するミッドフィルダー的なスタイルの選手だったものの、人並み外れた爆発的なスピードを生かしたプレースタイルに変更し、サッカーファンに馴染みのある岡野が誕生しました。岡野はただ走るだけと言われていましたが、その規格外のスピードには誰もついていけず、度肝を抜くスピードは攻撃だけでなく守備でも生かされています。岡野は積極的に前線からのチェイシングも行う選手で、相手からすればドフリーだと思って余裕でボールを持っていたのに、次の瞬間には野人が目の前にいるので冷や汗が止まらなかったことでしょう。大学時代は練習をしながら夜は居酒屋でアルバイトをする生活を送っており、1993年の天皇杯関東大会の筑波大学戦では試合があるのを忘れて朝まで飲んでいた状態で出場。そんな状態で5人抜きのゴールを含む2得点を挙げる大活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献。その後 J リーグの6つのクラブから声がかかり、一番熱心だった浦和レッズに日本大学を3年で中退して加入しました。プロ入り後、浦和レッズ、ヴィッセル神戸、ガイナーレ鳥取などでプレーした岡野は日本代表にも選出されています。岡野を象徴する試合といえば、1997年ワールドカップアジア予選のイラン戦が挙げられるでしょう。延長戦から途中出場を果たした岡野は、自慢のスピードを生かして何度も裏のスペースへ走り込み、あとは決めるだけという場面を何度も作り出しました。しかしゴールキーパーとの1対1のシュートを打たず、中田英寿へ横パスを出してカットされたり、ゴール前のこぼれ球を蹴り込んで美しい宇宙開発を披露するなど、岡野がシュートを打つときは思わず目を覆いたくなった人もいたかもしれません。それでも最後の最後で中田のシュートのこぼれ球を自ら押し込み、奇跡の決勝ゴールを決めました。岡野は J1 通算301試合に出場し36得点、日本代表 A マッチ25試合に出場し2得点と、フォワードとして決して優れた成績とは言えません。それでも挑発を振り乱しながらがむしゃらに駆け回る姿は、多くのサッカーファンの印象に強く残ったのではないでしょうか。余談ですが、岡野の野人という由来は野性味あふれるプレースタイルだけではありません。浦和レッズに入団して初のキャンプとなるオーストラリアへ行く際、周りの選手はスーツを着ている中、岡野は T シャツ、短パン、サンダル、リュックサックという格好で成田空港に行ったそうです。その姿を見た土田久志から、お前野人みたいだなと言われ、野人というキャッチフレーズが生まれたそうです。得点を決めると
ミスすることをミスってしまったとまで言われた鈴木隆之。甘いマスクとは裏腹に前線からボールを追い回して体を張ったポストプレーでチャンスを作り出す汗かき役でした。師匠が泥臭いプレーを見せていたのが2000年代前半で、このあたりからネット上でディフェンシブフォワードという言葉が流行るようになります。つまり師匠は元祖ディフェンシブフォワード的な存在だったと言えるでしょう。師匠はキャリアを通して数多くのチームに所属し、 J リーグだけでなくブラジルやベルギー、アメリカでもプレーしてきました。前線からのプレスや体を張ったポストプレーなど、ゴール以外の貢献度が高い一方で、2002年ワールドカップから2003年にかけて得点を奪えず、46試合連続ノーゴールの記録保持者でもあります。フォワードとしては不名誉な記録を残してしまい、ネットではノーゴール師匠と呼ばれるようになってしまいました。その他にも無得点が続き、PK を譲ってもらったものの外し、得点した時は記念に T シャツまで販売されるなど、数々の伝説も残しています。鹿島アントラーズ時代、ジュビロ磐田戦でハットトリックを達成した時は、すげえ、まるでフォワードみたいだ、という声を見受けられるほど。師匠はゴールを外して当たり前というイメージが定着していたのかもしれません。それでも、たとえ得点を奪えなくても、46試合起用され続けていたということは、得点以外での貢献度が高かったとも言えるでしょう。トルシエ時代の日本代表2トップは、師匠、QBK で有名な柳沢コンビを起用することが多く、全く得点の期待ができないことから、批判する声も数多く見受けられました。その一方で、中盤にタレントが揃っていたため、フォワードに汗かけ役を起用するのは理にかなっていました。実際、師匠柳沢コンビが出場した試合の勝率は高かったとも言われています。師匠は確かに得点数こそ少なかったですが、ここぞという時に決める勝負強さを持ち合わせていました。ワールドカップ地区予選のオマーン戦では、当時アジア最強ゴールキーパーとも言われていたアルハブシから決勝点となるヘッドを叩き込む活躍も見せます。さらに、2002年ワールドカップ本大会では、初戦のベルギー戦で歴史的同点弾を決めるなど、日本史上初となる大会ベスト16進出に大きく貢献しました。当時は批判の声も多かったですが、近年ではディフェンシブフォワードの地位も高まり、フォワードに守備を求めるのも当たり前の時代になっています。時代がようやく師匠に追いついたと言えるのかもしれません。もし今の時代に師匠がいたら、当時とはまた違った評価を受けていたかもしれませんね。続いて紹介するのは、宝塚ジュニア FC 時代のコーチからプロ入り直前に送られた一生ダイビングヘッドという言葉を座右の銘としている岡崎慎司です。岡崎は尊敬する選手に同じくディフェンシブフォワードとして知られる中山を挙げています。豊富な運動量や前線からの守備、タイミングの良い飛び出しから泥臭くゴールを狙い続けるプレースタイルが持ち味のフォワード。そんな岡崎は清水エスパルスでプロデビューを果たし、2011年1月のドイツブンデスリーガのシュツットガルトへ移籍、その後2013年6月に同じくブンデスリーガのマインツへ移籍を果たし、2013-14シーズンには自身のキャリアハイとなるシーズン15得点を記録、続く2014-15シーズンも12得点を決め、2シーズン連続2桁得点を決める活躍を見せました。岡崎は日本代表の歴代通算ゴール数3位となる50得点を決めており、先述した通りブンデスリーガでも2シーズン連続で2桁得点を達成しています。こうして見るとディフェンシブフォワードなのかと疑問に思いますが、ここまでのキャリアは泥臭さこそあったものの、巧みな動き出しからワンタッチでゴールを量産するフィニッシャータイプの強いフォワードでした。そんな岡崎がディフェンシブフォワードとして名をとどろかせることになったのは、2015年6月にプレミアリーグのレスターシティへ移籍したことがきっかけです。もともと豊富な運動量で前線からの激しいチェイシングも一つの持ち味としていましたが、レスターで生き残るためにはさらにハードワークを続け、練習場でも常にタンクを空っぽにするまで走り、積極的な守備を最大の武器として猛アピール。岡崎のプレースタイルは当時カウンターを志向していたレスターの戦術にマッチし、見事スタメンを勝ち取ると、同じポジションのジェイミー・バーディーに得点数こそ劣るものの、豊富な運動量でチームに貢献する姿は影のヒーローと高い評価を受けていました。岡崎が加入したシーズン、レスターはプレミアリーグを優勝し、ミラクルレスターとしてサッカー界に歴史を残すこととなります。しかし同シーズンでの活躍もあり、岡崎は試合中に誰よりも走るランナーとしてのイメージが定着し、優勝して以降チームから求められた仕事はゴールではなく前線でのハードワークだったのです。試合で岡崎がシュートを打てば、お前はシュートを打つなと監督から怒られることもあり、世にも珍しいシュートを打たなくても許されるフォワードが誕生してしまいます。日本代表でもブンデスリーガでもゴールゲッターとして活躍してきただけに、自身の中でこれで本当に良いのか自問自答しながらもチームのために走り続けてきたのかもしれません。
それでも献身的な守備に加えて、ファーストタッチのうまさやオフザボールの質、そして得点力の高さも持ち合わせている岡崎は、まさに完成された日本史上最高のディフェンシブフォワードだと言えるのではないでしょうか。熊のような見た目で狂犬のようにボールへ食らいつく BPFA 前田大自然。大然は松本山雅 FC で J リーグデビューを果たし、その後水戸ホーリーホック、松本山雅 FC、クリブスポルトマルティモを経て、2020年8月に横浜 F マリノスへ移籍。2021-22シーズンには得点王に輝く23得点を決める活躍を見せるなど、得点力の高さを発揮しチームに貢献していました。その一方でゴール前の決定的なチャンスで宇宙開発を披露してしまうこともしばしば。2022年6月2日に行われたキリンチャレンジカップ2022のパラグアイ戦では、82分に鎌田大地の華麗なドリブルからのシュートのこぼれ球をフリーの状態で押し込もうとするものの、ボールはゴールの枠を外れ上空へ大きく羽ばたいていきました。大前のシュートに対しネット上でも新たな師匠枠、クリアだったら優秀、筋肉の無駄遣いといった声が多数寄せられています。フォワードとして得点を決められないのは、そう思う人もいるかもしれませんが、大前の最大の武器は 50m を5秒8で走るスピードと、1試合に60回以上スプリントできる圧倒的なスタミナ。そのスピードとスタミナを最大限に生かした前線からの爆速アンパンマン鬼プレスです。2022年、カタールワールドカップのスペイン戦で先発出場を果たした大然は、試合序盤から鬼プレスをかけ続け、両チーム最多となる60回のスプリント数を記録。大然の迫力あるプレスはテレビから見ていても凄まじいものがあり、一度ロックオンされたら逃げ切るのは至難の技でしょう。大然のプレスをきっかけに相手のミスを誘発し、同点弾の起点を作るなど、日本がベスト16へ進出できたのは間違いなく大然の存在が大きかったと言えます。ただ J リーグ時代の大然を知ってる人からすると、運動量だけ評価されていることに対して素直に喜べないところもあるかもしれません。先述した通り、横浜 F マリノス時代には得点王に輝き、水戸ホーリーホック時代にもシーズン2桁得点を達成しています。カタールワールドカップ決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦でも、64分間の出場でスペイン戦を上回る68回のスプリントを記録しながら、日本中が感動しツイッターでもトレンド入りをした先制点を叩き込みました。攻撃面において課題が残る大然ですが、今後所属するセルティック FC で成長し、得点力や攻撃面において貢献できるバリエーションが増えた時、大然は新たなディフェンシブフォワード像を築き上げていくかもしれませんね。今回はディフェンシブフォワードというフォワードなのに、フォワードの仕事をしていないディフェンシブフォワードと呼ばれる選手たちについて紹介しました。近年ではフォワードに守備を求めるのも当たり前になっており、そういった意味ではディフェンシブフォワードの存在価値は高まっているのかもしれません。日本代表の歴史を振り返っても、ディフェンシブフォワードが活躍するケースは非常に多い印象がありますし、今後どんなディフェンシブフォワードが誕生するのか注目していきたいですね。それではまた。